こんにちは。今日はデンソーのパワーカードを使ってみます。そもそもデンソーのパワーカードがどういったものかを知らない人がほとんどだと思うので、それについて最初説明します。デンソーのパワーカードはトヨタ系のハイブリッド自動車のパワーコントロールユニットに使われている部品のことです。これは4代目プリウスのパワーコントロールユニットです。まあ、インバーターのことですね。で、この中にパワーカードが使われています。このインバーターのどこにパワーカードが使われているか、実際に開けてみて中を確認してみた方が早いと思うので、実際に開けてみます。この天井の蓋部分を外して、そしてこちらに緑色の制御基板があります。これも外してしまいます。で、これをさらに半分に分解して、そしてこちらの部品があります。この部分にちょうどパワーカードが入っています。もう少しよく見てみます。この黒い部品はキャパシタです。今回の動画には関係ありません。こちらに銀色の部品がありますが、これは積層された水冷のヒートシンクです。で、その積層された間にパワーカードが挟まっています。本当はパワーカード7つ入っていたんですが、3つ分もう抜いてしまいました。なので本来ならここに7つ分のパワーカードが入っています。パワーカードはモーターを回すために使われる非常に重要な部品です。これについては後で説明します。これはプリウスのインバーターの回路を簡単にまとめた回路図です。こちらにプリウスの 200V のバッテリーがあって、で、そして一番右側の出力の部分にはモーターが2つあります。まあ、電動機と発電機のところですね。この回路図の中にスイッチがたくさんあります。ちょうどこことかこことか、いろいろなところにありますけども、これがそのスイッチです。このスイッチは、この上に示した IGBT と呼ばれる部品です。で、この IGBT がちょうどこことここと、あとこの部分にも使われています。2つの IGBT がペアになったものがパワーカードです。ちょうどこの部分に1つ、2つ、3、4、5、6、合計で7個のパワーカードが使われています。パワーカードをもう少し詳しく見てもらうために、こちらのヒートシンクからパワーカードを取り外します。あとは引き抜くだけで簡単に取れます。これがパワーカードです。表面に熱伝導のためのシリコングリスが塗ってあります。このままだとグリスが手について汚れてしまうので少し綺麗にします。表面に絶縁のシートが貼り付けられているのでこれも取ってしまいます。この絶縁シートもセラミックの焼き物のようなものでできていて、こんな感じですね。で、力を入れるとすぐに割れてしまうような材質です。ちょっと端っこを折ってみます。こんな感じで力を入れるとすぐに割れてしまうような材質です。これがパワーカードです。パワーカードの両面には金属がむき出しになっています。これは放熱性を良くするために付けられたのだと思われます。パワーカードの上の部分には端子が3つ出ています。これは大電流が流れる端子です。こんな風に先ほど切り離したバスバーのかけらがまだ残っています。パワーカードの下の部分から合計で10本足が生えています。これはパワーカードの制御端子です。このうちの数本がパワーカードの中に入っている IGBT をスイッチングするために使われます。このデンソーのパワーカードは IGBT が2つ入っている 2-in-1 の構成になっています。これが上側の IGBT で、そしてこちらが下側の IGBT です。この右の図はこちらのパワーカードを書いたものです。パワーカードの端子の対応と、で、実際の回路図の対応はこのようになっています。
で、パワーカードの上の部分に NP の端子がありますが、これはネガティブとポジティブの端子です。で、この NP が直流のとこですね。で、この O なんですけども、2つの IGBT の中間のところから線が出ていますが、こちらの端子です。で、IGBT を駆動するためにゲート端子が2つ必要です。ゲートの1とゲートの2です。で、このゲート端子は下の部分にそれぞれ対応しています。で、こちらの制御用の O と N の端子ですけど、それぞれ大電流が流れる O と N とそれぞれ共通になっています。まあ、ただ実際にはこれは制御用の端子ですので、ケルビンエミッター接続されていると思います。で、次にパワーカードがどのくらいの電圧と電流を扱えるかについて少し調べてみました。まあ、パワーカードのスペックです。で、これがそのスペックです。1200V 耐圧の 400A まで扱えることがわかりました。まあ、確かにプリウスの 200V のバッテリーを最大で 650V 程度まで昇圧するので、まあ、耐圧はおよそこのくらいだろうなというのは予測していました。まあ、少し攻めた設定で 900V くらいかなとか思ったんですけど、まあ、ただそこは信頼性とかを考慮して 1200V 耐圧に設定しているのだろうと予測しました。次にパワーカードの電流定格ですけど、400A ということになっています。で、実際どのくらいの電流が流れるかを簡単に計算します。で、このバッテリーのところについている DC-DC コンバーターのパワーカードに一番電流が流れると思うので、そこを少し計算してみます。プリウスのモーターの定格電力は 53kW。で、発電機の電力は 23kW くらいだったと記憶しています。ということで、バッテリーはおよそ 30kW くらい供給できるわけですね。で、その時に、こちらの何アンペア流れるかを少し計算してみます。で、こちらが 30kW 割る 200V バッテリーの電圧なので、まあ、イコール、だいたい 150A くらい流れます。ということで、まあ、ここに 150A くらい流れるわけですね。ということで、この 400A という数字も非常に納得できる数字です。パワーカードから5本制御用の端子が出ています。そのうち2本はゲートドライブ用の端子として使われています。これは実際に確かめました。で、残りの3本が出ていますが、これがどのように使われているかはわかりませんでした。パワーカードについての文献をいろいろ調べてみました。で、そうするとどうやらこのパワーカードの中にはセンサーが内蔵されているみたいです。一つ目のセンサーが中に入っている半導体の加熱防止用の温度センサーです。もう一つは半導体の過電流を防止するための電流センサーが入っています。ここからは推測の話になってしまいますが、制御用の端子残り3本はおそらくセンサーの信号を取り出すための端子として使われているのではないかと予想しています。これはプリウスの制御基板にパワーカードを差し込んだ状態です。これを抜きます。この端子の部分について少し拡大します。このパワーカードが刺さっていたところの端子から2本の細い線がペアで引き出されています。出てきた2本の線はフィルター回路を通って、そして IC に入力されています。このパターンを見てみると、パワーカードと IC の間でかなり高速な信号をやり取りしているのではないかと推測します。パワーカードについていろいろ実験をやってみて、どうやら使えそうだということが分かりました。せっかくなのでパワーカードを使って何か回路を組んでみたいと思います。この回路を作ります。電源があって、で、負荷があって、で、キャパシタが2つついてます。で、ここにインダクターがあって、この部分に IGBT2 つありますが、これがパワーカードです。で、このインダクターはせっかくなんでプリウスから取り外したこのインダクターを使います。ブレッドボードにパワーカードを挿します。この端子の部分は穴を開けてネジで固定しています。これなんかフィルター用のキャパシタですね。で、ここにも出力用の電解コンデンサとフィルムキャパシタをつけています。主回路の部分ができて、で、次は制御回路です。ここにある制御回路、これはゲートドライバーです。ゲートドライバーをパワーカードにつなぎます。
次に何か適当な信号源を用意します。これをゲートドライバーにつなぎます。次にこちらの電源ですね。電源とあと負荷も用意します。最後に波形を見るためのオシロスコープをセッティングして実験を始めます。で、セッティングできました。入力電圧は 30V、まあ、ちょっと IGBT でやるには低めの電圧ですね。まあ、ただ電圧高いと危ないのでやりません。で、出力の電圧が 15V になるように、ここのスイッチを調整します。まあ、デューティー比って言うんですけど、それは 0.5 に設定します。で、この負荷の電圧とこのインダクターに流れる電流を測定しています。電源のスイッチを入れて電圧を加えるとこんな感じでオシロスコープに波形が出ています。下のピンク色の波形が電流波形で、これはインダクターに流れる電流波形です。そして上の黄色い波形が、これが負荷の電圧波形です。電圧波形は1マス 5V なので、だいたい 15V くらいになっています。まあ、設定した通りです。インダクターの電流はこのような波形になっています。で、1マスが 2A なので、だいたい 6A ぐらい流れています。まあ、平均値に直すとだいたい 3A くらいです。時間軸を少し拡大してみます。拡大波形はこんな感じです。ちょっとスイッチングのところで若干振動してますけど、まあこんなもんだと思います。結構回路も適当なんで。電圧波形の交流成分も見てみます。この黄色の波形です、こんな感じですね。まあ、割と理論通りの波形といいますか、まあ、教科書通りの波形になっています。で、周波数も変えています。これは今周波数 5kHz でスイッチングしてるんですけど、こんな感じで周波数を低くするとなんかリプルがものすごく大きくなります。また元の 5kHz に戻して、で、次に周波数を高くします。これが 6kHz、7、8、9、10といった感じです。まあ、周波数を高くすると、まあ、リプルもものすごく小さくなって、なんか負荷にとっては良さそうですね。これは動作時の温度です。何も放熱はしていないので、温度は最大で40度くらいまで上がっています。はい。ということで今日は電装のパワーカードについて少し調べて、で、そして実際に遊んでみたという動画でした。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。動画の途中にこれを入れてしまうと多分難しすぎて誰も見てくれないと思うので、一応動画の最後にこれを少し話そうと思います。で、パワーカードから制御用の端子が5本出ていますが、そのうちの2本はゲートドライブ用の端子ということでした。で、残りの3本がどういう風に使われているかというのを、まあ、少し考えてみました。まあ、これは推測というか予想なので、まあ、あまり当てにしないでほしいです。で、まずこの2本が動画の途中で説明した2本ペアになっている線ですね。で、残りの1本がこちらの線だと。まあ、これも同じですね。で、この線が まずどういう風に使われているかを考えてみました。まず一つ目のパターンとしては電源として使われていると。パワーカードの中にはセンサーが入っていると話しましたけども、そのセンサーが動作するための電源を、まあ、ここから供給してあげるという話です。で、こちらの2本になっている線から加熱と過電流の信号を取り出すというような、まあ、予想です。まあ、どういうふうに取り出すかっていうと、例えば、IPM、インテリジェントパワーモジュールっていうのがあるんですけど、それなんかと似てるやり方とかやってるんじゃないですかね。例えば、過電流の場合だと、この立ち下がりで過電流を検出しましたというのが出てくるんですけども、まあ、この期間、まあ、落とすと、まあ、過電流になってますと。で、加熱が原因だったら、もう少し長い期間、まあ、落として、まあ、加熱ということを判定するっていうのが、まあ、割とその IPM だとやられています。まあ、まず一つ目のパターンが、これですね。まあ、二つ目のパターンが、この線が、まあ、過電流検出として使われていて、こちらの線が、まあ、温度センサーの、まあ、信号だと。
これはあくまで予想ですから、まあわかんないんですよ、本当に。で、荷電流の方が割と早く見つけたいんですね。荷電流が流れると、まあ加熱になるっていう、まあそういうふうなことがほとんどだと思いますので、なので高速な信号を取り出して、まあ温度は適当なところで見てあげると。で、実際この制御用の基板とか見てみたんですけども、これ多層基板になってて、どこがどこに接続されているかとか、あまりよくわからないんですね。はい。ということで、まあ少し話してみました。